くびれ専門トレーナーフィットネスモデルのエミリーです。今日はあずさちゃんをお招きしてヒットトレーニングをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。張り切っておりますよ今日も、はい、今日はですね8分で完全燃焼滝汗確実ヒットトレーニングを行っていきますが、すでに汗をかいている、はい、どちらも汗をかいている状態からのスタートになりますけれども、はい、皆さんは今から滝汗をかいていただきたいと思います。はい、で私たちちょっとヒットがちょっと苦手な部分もありますが、むしろですねこれ皆さんと一緒にやることによって、あ、こんなちょっとねどんくさい方もいるんだなということで楽しんでいただけるんじゃないかと思います。でまずヒットが何か知らない方もいるかなと思うので説明させていただくと、はい、ハイインテンシティインターバルトレーニングといって、短時間高強度のサイクルトレーニングになっております。20秒を全力でやって10秒休憩してっていうのを繰り返していきたいと思います。なんか運動したいけど、ウォーキングしたいけど有酸素になかなか時間が使えないっていう方に特におすすめなトレーニング方法になってますので、ベストは朝の起きたてとかでちょっとこうストレッチをしてから何も食べてない状態、空腹時の状態でヒットを行っていただけるとより脂肪燃焼の効果が期待できると思います。ヒットトレーニングは多分2回ぐらいあるんですけれどもどちらもとても苦手でおりまして、みんなこのマッチョだからって運動神経がいいという誤解はやめてください。はい、でチャンピオンあずさちゃんのちょっとした可愛らしい一面も垣間見えるヒットトレーニングだと思いますので、皆さんぜひ励まされながら一緒に頑張ってみましょう。はい、エミリーチャンネル。ではまず種目を説明していきたいと思います。あずさちゃんもまだ種目知らないと思うので、はい、多分緊張してると思うんですけど、はい、まず1種目目にジャンピングジャックやります。これ、飛びながら手を叩くものです。はい、でこれでちょっとね心拍数を上げていって、2つ目がケトルベルスイングです。私たちは8キロを持っていくんですけれども、お家でやられる方ない方はペットボトル2リットルのペットボトルとかをこう持っていただいて振っていただいてもいいかなと思います。で3種目目がシャドウツイストです。ボクシングのようにツイストの動きを入れながらこう前に向かって手を伸ばしていきましょう。4種目目は反復横跳びです。これちょっとそれ一番危ない、これ危ない、はい、でお家でやられるときはちょっと危ないかもしれないので、裸足で足が滑らないようにしてやるのがおすすめです。で5種目目はスクワットキックで、スクワットをしてから反対の方にこう片足ずつキックをしていくものになります。で6種目目がツイスト腹筋になります。ツイストをかけながら手でつま先をタッチして腹筋を鍛えていきたいと思います。7種目目はもも上げランです。やばくない？やだー、もも上げランマジでやばいので、これポイントはもうとにかくももを高く上げるというところです。背中が、ね、丸まったりしないように気をつけてください、はい、で8種目目はバーピージャンプです。もうこれ最後に持ってきたバーピーがね本当にやばい。バッサービーマジ無理だよ、ね。いやこの時は私の方を見ないでいただきたい。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、この8種目を計2回回して合計16セット行っていきたいと思います。皆さんちょっと始める前に軽くストレッチだったりとかお水飲んだりとか体を温めてからスタートしていってください。みんな準備はいいですか？はい、では行きましょう。ジャンピングジャックのスタート。Yeah.
休憩です。
知りたくなかった。マジで汗やばい。皆さん、8分間お疲れ様でした。達成感やばくない？やばい。これね、自信出るよ。やりきったの、自分に自信出る。自信つくね。自信つく。だから本当に途中、何回もやめそうになった。やめそうになった。くじけそうになった。何回もやめちゃおうかなって思った。ですけど、多分私たちを見ててもらって皆さん励まされたんじゃないかな。私たちもね、皆さんが見てくれてると思って頑張れたんで、ぜひ皆さんも気合って本当にやばい。8分で燃焼効果が期待できますので、ぜひやってみてくださいということで、はは言ってしまっていて申し訳ないんですけれども、この動画がいいなと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あつさちゃんと宿泊しているサヌールのザ・サマタはこんな感じで、共用スペースもプールが全部で3つあって、ここは2つ大きなプールがあるんですけど、大人のリゾートって感じでかなりゆっくり過ごせるようになってます。ちょっと汗だくで申し訳ないんですけど、本当にめっちゃ気持ちいいです。のどかな、ちょっとこうリゾートだけど田園風景も広がっている感じで、めちゃめちゃ今回私もゆっくりできました。すごいね、可愛いんです。ザ・サマタはとにかくジムの設備が素晴らしくて、マシンが豊富にあるのと、アイテムやアタッチメントも本当に困らないぐらいたくさんあります。世界のいろんなホテル私も泊まってきて、ジムは使ってきたんですけど、こんなに広さもあってこんなに充実しているところにはなかなか出会えないので、リゾートでヴィラでゆっくりしながらしっかりとトレーニングも行えるのがとってもいいなと思いました。ちょっと行ってみましょう。こんな感じでね、ボクシングもやれたりとか、あ、こちらでトレーニングをされている方もいらっしゃいますね。はい、もうケーブルマシンでしっかり、もうあんまり混雑してるっていうことがないんですけど、もう絶対にね、誰かが使ってて使えないっていうこともないんですよ。で、あっちのアタッチメントもすごいたくさんあります。そう、だから有酸素とかカーディオ系が好きな人も網羅できるし、マシンでトレーニングするのが好きな方だったり、フリーウェイトしっかり使いたい方にも、こんなにねダンベルもしっかりあるとこってなかなかないので、だいたい1キロから、まあ、10キロまでしかなかったりとか、まあ、1キロが飛ばしてもう 2.5 キロとかからあったりして、でダンベルがほらちゃんと2キロからあるんですよ。やっぱ2キロだと私もあのウォーミングアップとかにも使えるんですけど、もうね始まりが4キロとか6キロとかも海外のジムだと普通にあるので、そういったところもトレーニングこう普段からあんまりしないような方にもおすすめです。おすすめです。そうなのでね、本当にもうめちゃめちゃ何も困らないし好きなようにできます。見てください、レッグプレスがあるんですよ、45度の。
これもあるってすごくないですか、ね、これもびっくりだし、あっちはねアシストもチンニングもできるものがあります。もうマジで困らないんです。で TRX とかタイヤとかでこのリングもあるので戦いたい方は戦うことできます。戦わないか、うん、でも本当に私ちょうどあのケールでマレーシアでこのエアリアルやってたのでこれを使ってストレッチとかもしてました。だから本当にこのジム の広さすごいあるんでってお話聞いてたんですけど、改めてなんて素敵なジムなんだろうということで感動しました。ぜひザ・サマタに来られる方はジムを楽しんでいただきたいなと思います。で概要欄にザ・サマタの詳細は載せておきますので、ぜひそちらを見ていただければなと思います。